涼しい。はい、いきます。FM 宜野湾のラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、メンヘラのための番組と銘打ってはおりますが、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん。はい、メンヘラ103アットマーク gmail.com、 ローマ字でメンヘラ数字で103アットマーク gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はいよ。はい、メンヘラジオ第96回、イエイ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 、はい、の収録となっております。収録放送ですね。はい、はい、放送日が8月の5日、うん、月曜日ということで、うん、もう8月です。8月っすか。はい、もう毎日がね、今本当に熱中症アラートっていうんですか、うんうんうん、が全国的に ね、 出 ね、 もう、うん、出てて、それこそ熱中症でね、道端で倒れてる人とかさ、うん、職場のねベランダからちょっと見かけたりもしてね、うん、すぐまあ日本人って言ったらいいのかな、まあ、人は優しいよね、みんななんかわーって集まってきてさ、うんうん、解放してる様子をね、うん、上から大丈夫かなって見てたんだけど、すぐの救急車も来てくれて、うんうん、なんかお家にいてもね、この時期はやっぱり水分取ってないとちょっと熱中症の危険性がね、やっぱ高まるということで、ね、できるだけねクーラーちょっと電気代もね気にしなきゃいけない昨今ですけれども、お年頃ですけれども、うん、お年頃はよくわかんないですけど、はい、できるだけね水分を取って熱中症の方にもね、うん、極力気をつけてから、でまたコロナもねなんか流行っちゃってるっていうから、そうだね、うん、これYouTube で動画流れるけど言っていいのかな、コロナとか分からんけどまたなんかバンされたりしてね、なんかその辺ねちょっと YouTube、に動画上げるってなったらちょっといろいろ制約出てきて厄介だよね、うん、うん、なんか気をつけわないといけないというところで、そうだね、はい、そうだね、まあ、うん、まあ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 いいんじゃないですか、うん、あ、ダメなんじゃないですかまあでも久々に今日はね8月のね12日の分まで撮るんですけど、うん、8月の12日が、休日となってますので2本撮りちょっとやっていきたいと思いますので、うん、はい、はい、本日もメンヘラジオよろしくお願いいたします。メンヘラトーク。はい、いや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 、はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って時にはテーマから脱線しつついろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもツイキャスもどしどしお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、本日、うん、まあ、早速メンヘラトークのトークテーマ発表させていただきたいと思うんですけれども、ドゥルルルルジャンとか言わないんだ、ジャン本日のトークテーマはオリンピック。はい、ということで、まあ本日収録日がね7月の29日月曜日なんですけれども、うん、3日前のね、うん、7月26日に、うん、パリオリンピックが開幕いたしまして、うん、はい、はい、みんなね多分テレビつけたらどの番組でも、競技の様子ですとか、うん、あるいは日本勢がこんだけ活躍してます、あるいは期待の選手はこの方ですとかさ、うんうん、どの番組も
放送してるし、そう、ね、多分ねいろんなラジオでオリンピックの話をされてるかと思いますが、うん、まあそれに乗っかって私たちメンヘラジオも、うん、メンヘラジオも乗っかってみよう、はい、乗っかっていってちょっとねメンヘラ的視点からもしかしたらねオリンピックを語れるかもしれないので、うん、はい、お話ししていきたいと思うんですけれども、yes. まあオリンピックがテーマなんですけれども、うん、まあ例えばどんなことかだったらいいかな、皆さんがねなんか注目している競技とか、うん、あるいは選手のお話だったり、どんな選手に、注目してますとか、うん、この競技、見ますとか、うん、だったり、そういったお話が基本になるかと思うんだけど、うんうん、はい、まあメンヘラな人ってやっぱり基本的になんか自分の体調にね影響が起きやすいから、うん、視覚情報をちょっとシャットダウンしたりするじゃん。だからそもそもオリンピックなんて見ませんみたいな興味もないですみたいな人もね、うん、中にはいらっしゃるかと思うんですけれど、うん、まあそのもしこのテーマにね、うん、別に話すことないし興味ないからみたいな、うん、っていう人がいたら、なんで興味ないのかみたいな、うん、そういった理由とかもあったら、はい、ぜひ聞いてね、なんかあ分かるっていうのがもしかしたらね、共感する人がねいるかもしれないので、はい、もしそういったのがあったらぜひ聞かせていただきたいということでこちらのテーマにしたんですけれども、はい、まあ、ちなみにですけれど僕はあのバスケットボール男子、はい、の試合はちょっと興味持って、あ、いますね、見るようにはしてますけど、やっぱり今回はね、ルイ選手、八村ルイ選手がね、そうそうそう、八村さん参加してるっていうのもあって、うん、どの辺まで強豪とね渡り合えるのかっていうのを見たいっていうのがあって、うん、バスケットボールはちょっと逃さずチェックしていきたいなと思ってるんですけれど、うん、はい、では、いくつかね、うん、メッセージ届いておりますので、はい、ご紹介させていただきたいと思います。はい、どうぞ。はい、メンヘラネームカネヤンさんより。あ、カネヤンさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。オリンピックで注目するのは、うん、やっぱり日本のお家芸でもある柔道でしょうか。うんうんうん。この競技はメダルに期待がかかるのでつい見入ってしまいます。しかしそれもあってか、出場する選手はみんなプレッシャーに感じるだろうなとも思います。うん、まあ期待がある分ね。そうだね、うん、試合が5分以上かかる場合もありますが、うん、たったの数秒で決着することも、一本ってそうそう、そこに選手の喜びや悲しみがあり、うん、まるで夏の甲子園を見ているようで、うん、この1回の勝負にかけてきたものが大きすぎて、うん、もどかしかったり切なさを感じる瞬間もあります、うん、言葉では説明できないけれど、オリンピックを見ればそれ僕の言ってることがわかるはず、うん、というわけでみんな五輪を見ようと、オリンピックを見ようと、オリンピックのなんかコマーシャルみたいな、コマーシャルみたいな、はい、文章上手ね、カリアンさんね、すごい、うん、お友達でもあるんですけど、はい、うんうんうん、カリアンさんはなんていうのかな、僕らピアサポーターっていうお仕事やってたじゃないですか、はいはい、うん、その時に独自にね、ピアサポーターたるものこうあるべきだみたいなものを、こういうことがピアサポーターではないかっていうのをね文章にして僕に見せてくれたりとかあったんで、うんうん、すごいですよ、うん、文章書くのすごく、うんうん、得意だと思う、うん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 、柔道とても面白い人だよね、うん、柔道に、やっぱり注目してるそうです。柔道はさ、うん、柔道はねつい今日か7月29日、うん、安倍兄弟、うん、安倍一二三と安倍詩さん選手かな、うん、安倍一二三選手と、うんうん、妹の詩選手の方がね残念ながらちょっと2回戦で、うん、その階級のランキング1位の選手にちょっと敗れてしまって、うん、すごい悔しい涙を流されてましたけれども、うん、お兄ちゃんの一二三選手の方がね、うん、金メダルを妹の分も頑張らなきゃっていうことで、うん、見事勝ち取りました。はい、なんか
妹さんもね喜んで泣いてたし、うん、お兄ちゃんもあの妹のためにも頑張らなきゃって言って撮りましたっていう話をされてましたけれども、うん、ああそうなんだ、うん、見てないんだよね。夏美さん意外とオリンピック興味ないよね。夏美さん興味ないっていうかまあテレビに興味がそんなにないけど、うん、さっき冒頭で話したようになんか、はいはい、やっぱり視覚情報で入ってくるものをできるだけシャットダウンはしてるからね、夏美さんはね。シャットダウンするのもそうなんですけど、うんうん、あのなんかもう勝敗をつけるとかドキドキする場面がすごくなんか、はいはい苦手、はいはい、順位を決めるとか勝敗を決めるとか、うん、どっちが強いそれこそ普通の番組でね、うん、なんだっけあったじゃないですか、なんかネプチューンがやってる番組で、うん、ネプリーグではないな、違うよ、あれよあれあれあれ土曜日にやってる番組、ほらほらほら、いや番組に出てこないけどあのローソンとかね、うん、新商品なんか人気ランキングみたいなのでね、うんうんうん、デザートのうん、パティシエで有名なパティシエさんたちが試食してね、うん、ランキング合格か不合格かつける番組が、うんうん、あれああいうのとか苦手よね。ああいうのも苦手、うんうんうん、なんだったら昔の番組だったらホコタテとかあそう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 それ、うん、それよそれそれそれで私は意識をしたよ。ああ何を、うん、こういうなんかどっちがどっちっていうのがの、うんうん、苦手なんだなと、はいはいはい、まあ気持ちは分からないでもない、うん、分からないでもない、うんうん、ではメッセージ続けてご紹介いたします。いいですよ、はい、メンヘラネーム夢をつかぽんさんより、はい、つかぽんさんありがとうございます。オリンピックといえば1992年、うん、バルセロナオリンピックで金メダルを取った水泳の当時14歳だった岩崎恭子さんを思い出します。はいはい、今まで生きてきた中で一番幸せです。うん、素晴らしい言葉です、うん、自分がもし日々努力して14歳で栄光を勝ち取ったらどうなるだろうと逆に怖い面もありますが、点点点、うんうんうん、今回パリオリンピックブレイクダンスなど気になっています、うん、やはり若いエネルギーが引っ張っていってほしいですね。頑張れ日本とのことです。頑張れ日本、うんうんうん、若い力と言ったらね、若いエネルギーって言えば、うん、ちょうど昨日の夜7月28日日曜日か、そうよ、夜これよこれ、女子スケートボードのね決勝、たまたま2人で見ててね、うんうん、吉澤ココ選手だったっけ、14歳の、うん、中学生ですよ、14歳と言ったら、うん、14歳の、そうね、はい、で金、吉澤ココ選手が金メダル、うん、で同じく出場していた赤間凛音選手、うん、この方が15歳、うん、でこの2人がね金銀取ってね、うん、残念ながらね最年長のね19歳の中山楓奈選手がね表彰台ちょっと逃しちゃって、うん、日本勢でメダルをなんていうの独占とはならなかったけど、うん、確かになんか若い子たちがね活躍しているのを見るとね、うん、もうおじさん興奮したよもう若い子たち頑張っててすごいさー言うてね、おばさんも興奮したすっごいかっこよかったしねスケートボードね、うん、東京オリンピックから正式種目になったんだっけね。あ、そうだったっけ、うんうんうん、でまた金メダル取ったさ吉澤ココさんが表彰式後のねなんかインタビューテレビでやってたんだけど、うん、なんか顔立ちとかさ声はさ、うん、やっぱりまだまだ中学生あどけなさが残るね。そうそう、あどけなさがあってさ、でも受け答えがめっちゃしっかりしててもう感心するのそっか、そうそう、でなんか競技にスケートボードにね対する思い入れとか、うん、支えてくれた周りの方たちへの感謝の言葉もねちゃんときちんとインタビューにで答えて伝えててさ、もう中2で述べられる、素晴らしいと思って、感謝とかすごいよね。ねすごいね、しっかりしてる。だから親御さんのだったり指導者のね、うん、教えがねちゃんとしっかりしてるんだろうね、うん、と思うんだけど、うん、まあでもね怪我にさえねスケートボード転んだりとかもするはずだから怪我もあるつきものだろうけど、うん、大きな怪我にさえ気をつけておけばね、うん、まあきっと今後も世界で活躍されるでしょうし、うんうん、まあ次回がロサンゼルスかな、ロスオリンピックかな、うん、でもまだ18歳だからさ4年後、あ、それでもそうそう
だからぜひとも2連覇を目指していただきたいと思うんですけれども、はあ、はい、すごいね、はい、すごいよ、若い力が活躍してますよ。14歳の時は隣のメンヘラがため息つきよったはい、はい、あのメッセージ来てますでしょうか。メッケーっていうさ、はい、メッセージ来てますよ。はい、ツイキャスのメッセージ、はい、ツイキャスのメッセージ読んでいきましょう、はい、はい、埼玉の郷さん、お薬前に聞け、お薬の前に聞け、はい、聞け、やっちゃん、健太さん、こんばんは、こんばんは、さっちーさんもこんばんみーって来てます。あ、こんばんみー、ありがとうございます、はい、なっちゃん誕生日おめでとうございました。埼玉の郷さんです。 ありがとうございます。もう接続が切れた、またなんてこった、ちょっと待ってくださいねもうね、これね、さっきもね、切れちゃってね。あ、そうだったの。そうなのよ、ちょっとローディングまで、はい、非公開を設定して、とりあえずはい、ライブを配信つなげましょうね。はい、つなげましょうね、はい、それで、うん、ちゃんおかさんピースって来てる。あ、絵文字でピース、はい、ありがとうございます。ピース、ありがとうございます。で、埼玉の郷さん、今日埼玉40度だったよって、はい、うわ、沖縄の方がまだ涼しいんじゃない今日限りって言ったら。埼玉40度、埼玉なんか気温高めよね、うんうん、もうフラフラしちゃうね、うん、もう気をつけてくださいね、みんな。ロアさんもこんばんはって来てます、ありがとうございます。ロアさんもこんばんは、うん、埼玉の郷さん、エアコンプラス扇風機かは、うん、サーキュレーターをうまく使ってほしいよねって。あ、本当に本当にサーキュレーターしっかりね、うん、ちょっと風を回してくれるからね。そうよ、クーラー回して、うん、もうクーラーつけてサーキュレーターで空気を部屋全体に行き渡す、出して、それでその中でみんな寝ましょう、あるいはオリンピックを見よう。あ、そうだそこはオリンピックを見ようだったな、はい、そうね。ロアさん、ケンタさんの服かわいいって。 ありがとうございますで、日本撮り、日本わーいって来てますそうね、日本撮りやりますよ、はい。でも私のこの携帯の充電が持つかどうかちょっと、持つ大丈夫、持つかな、はい。テーマオリンピックということで、うん、埼玉の郷さん、自分で自分を褒めたいです。お、でね、うん、僕は男子女子バレーを注目してますって。ああ、それもね、夫婦してバレー経験者だから。ああ、そっかそっか。あ、そうなんだね。俺も実はバレー経験者だから。バン、うん、そうなんですか。楽しみにしてますよ、バレーも。健太さん背高いもんね。そうそう、背高いからっていう理由だけで、うん、野球部辞めた後誘われてバレー部に入部しました。そうなんだ、はい。で、埼玉の郷さん、パラリンピックも楽しみ。あ、本当ですね、うん、うんうん。で、サッチーさんは、バスケ男女を応援してる、バスケ経験者なので。あ、サッチーさんバスケ、やっぱり経験してる人はね、やっぱね、興味すごいあるよね、うんうんうん。夏美もバスケ経験してた気がするよでも一緒にバスケ見てたじゃんあ、まあ、そうかそうか、はい、うん、はい、では楽曲紹介のコーナーに行きたいと思います。行きましょう、はい。本日紹介いたしますのは、バーンアウトシンドロームズで、うん、光あれです。応援歌になってます。どうぞお聴きください、はい。はい、はい、皆さん来ていただいてありがとうございます。来ていただいてありがとうございます。本当、長野オリンピックの原田さんの船木 あったね。船木が小学校4年生の僕も泣きましたって、はい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 、船木って言って泣いてましたね。そうだね、あのオリンピックの名場面とかだったら絶対出てくるし、ね、絶対出てくるね、うん、あのスキージャンプよね、飛ぶやつよね、うん、あのオリンピックを見るために。ああ、ほんと、はい、ちゃんおかさん、うん、オリンピックを見るために寝不足気味って。あ、うちらもですな。うちらも昨日ね、ちょうどスケートボードでねそうや、もう決勝まで見届けてから、決勝の結果まで見届けてから眠ろうって言ってね、うん、そう、もうその前からすでに寝不足だったんだけどもう見て寝たよね、うん、あったね。その後健太さんまた自分の好きな動画とか見たりするから。そうそうそう、この人めっちゃ寝不足、健太さん、うん、4時ぐらいに眠って、4時過ぎかな、まあいいや、寝不足、はい、みんな寝不足だね、はい。ラントさん、お久しぶりです。あ、お久しぶりです。ありがとうございます。お久しぶりのラントさん、はい。あ、この桜まで名前なのかな、なんか、
埼玉のおさん日本撮りですねの日本が日本になってる。オリンピックにかけてるでしょ。いいねいいね。日本撮りになってるよ。日本撮りですね。そうそうそう、金メダルか。金メダルか。急に金メダルって言い出したけどどうした。いや、 やっぱり金メダルが一番いい色みたいな。あ、まあまあまあ、まあ、一番いい色みたいな感じで言うじゃないですか、選手の皆さん、うんうんうん、だからちょっと行ってみた。夏美さんは自分に金メダルあげれるとしたら何々でしょうの何でしょうだったら夏美は自分に金メダルあげる。あの、自信なくて自信あるっていうところでもいいですか。いいよ。あのね、ジーパンが似合わないでしょう。金メダルなんだ。金メダル。私ほんと足こんだけしかないんですよ。こんだけ。短足こんだけでね、サバ読んでしかもこんだけぐらいの、こんだけ。短いな。そう、短い。短すぎて、ちょっとジーパンが似合わなすぎて、うんうん、っていうね、ことなんですね。そうなんですか。ことなんですね。ケンタさんはどうですか。俺何、自分に何あげようかな。自分に何あげる。何でしょう。なんだろうな。あ、嘘が上手いでしょ。嘘は下手くそなんだよ多分。そうなの。そうそうそう、下手くそなんだよ。騙されるけどいつも。それは夏美が単純でしょうだよ。夏美は単純でしょうだそうですよ。あ、電波悪いんだ。そっか、電波って来てる。あ、ほんと、電波が。マジか、電波悪くて全然内容入ってこなかったですって。悲しみふかし。そっか、電波か。今聞こえるかな。じゃあ聞こえるかな。今入ってますか。はい、メンヘラ城エンディングでございます。早いね。はい、あっという間でした。あっちゅう間やね。電波悪くて内容全然入ってこなかったですって来てますね。あー、ツイキャスの方が ねちょっとなんか電波悪いみたいでね。そうだね、うん、じゃあなんかな、あの夏美のすっぴんの顔で多分画面止まってたりするのかな。それはもうすごいシャッターチャンスだね。電波障害。夏美の顔のアップのまま止まってるって、ね、そうそうそう。でもね、なんかね、俺も最近あの普天那覇でね、スマホ使ってるとそうでもないんだけど、普天間戻ってきて、うん、Wi-Fi 環境あるのに、うん、スマホ使ってても、分かる。めっちゃ遅いんだよ。うんうん。なんで？なんでと思って。Wi-Fi はバリさん状態なんだよ。言ったら、うんうんうん、非常に強いって書いてあって。扇がたぶんひゅーってなってるよね。でも、全然動画とかさ、YouTube、うん、それこそ YouTube の動画を、うん、HD 画質で見ようとしたら、うん、もうずっとくる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 してからさ、そうそう、次に行かんの。全然見れない。なんでだろうか。うん、自分が好きな、なんていうの、ゲーム、うん、もう全然やり直してくださいみたいなさ、うん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 、表示が出てからさ、うんうん、あーしぇ、ね、ってなるのよ。だからちょっと結構この辺ストレスで、そう、ちょっとプチストレス。前まではサクサク全然いけたのに、どうした、うん、急にって。現在もね、ツイキャスの電波自体もね、うん、FM ギノワンさんの、Wi-Fi といいますか、うん、Wi-Fi 環境を利用してやらせてもらってるんですけれど、うん、これもね、特に悪くないよね、うんうん、でもね、電波不足って書いてあるね。うん、あー、本当だ。なんて読むのかわかんない。遅い遅延が発生していますってなってね。ちょっとツイキャスをご覧の方にはね、ちょっと申し訳ない形ではあるんですけれどもね。え、そうだよね。うんうん、うん、ツイキャスが生なんだよね今ね。ツイキャスは生ですよ。ツイキャスが生で、はいはいはい、本放送はね、はいはいはい、本放送は次かちゃんと流れてます。本放送は、まあ、冒頭、うん、
最初の方でも話してましたけど、うんうんうん、8月5日月曜日、あそっかそっか、はい、8月5日か、うん、これが放送される頃にはもう8月です、うん、そっか、はい、8月かもう早いな、もう完全に、もう、まあ、もう7月になってるから折り返しではあるんだけどね年内、うんうん、もうだからあと上半身とか半身だ4ヶ月もすればまた冬、夏美の好きな冬がやってきますよ、イエーイ冬は好きだ涼しくなるからねちょっとはね、うんうんうん、涼しくなる、もうな、ま、あーもう本当にもう冬が好きですなんなんそれ、なんなんそれ全く、はい、でオリンピックもね、あの8月5日の時点ではまだ多分やってるでしょ、おそらく、うん、やってるかな、そろそろもう終わるぐらいなのかな、まあよう分からんけど、まあみんな楽しみましょうはい、ということで、はい、メンヘラジオおかりゃでお開き、今日も元気に病気中中村夏美と中村健太でした、お薬飲んで寝ろ。